はい、皆さんこんにちは、ヨヨンでございます。ルイージマンション3やっていきましょうということで、今回はですね、ラスボスキングテレサをね、もう一度倒していきたいなと思います。お金もね、たくさん貯まりましたし、左下に書いてある通りで、それからね、全エリアの宝石とテレサを集めていきました。そうすることでね、はい、わかるでしょうか。はい、懐中電灯のこの明かりがテレサの顔をしております。テレサ全部集めるとこのようにテレサができるようになったり、あと吸盤がですね、このようにダイヤのようなね、宝石に輝いております。こういった新しいオバキュームに変更できるといったような感じになりました。この状態でね、前回初見でね、ラスボスのキングテレサ倒した時ね、エンディングのね、ルイージマンション完成の、ランクがあるんですけども、それがランク B だったのでね、今回はね、ランク A を目指してね、頑張っていきたいなと思います。じゃあ行きましょう。おお、テレサが映ってるね。さあ行きましょう。まあね、この辺は全部、まあ、覚悟ありますね。さあ行こう。博士ー、さあ兄さんで、やっぱね、ルイージマンション3のラスボスキングテレサ、もう倒し方はね、もう2回目なんでね。うわ、びっくりした。いや、知っててもびっくりするな、マリオ。おい、兄さんよ。やっぱ倒し方とか分かってるんでね。うわびっくりするな、やっぱ知っててもね。倒し方は分かってるんで。まあ、早く一発で倒したいし、まあ、できることはね、ノーダメージで倒していきたいですね、キングテレサを。まあ、ノーダメといってもね、結構ラスボスキングテレサ、強いと思ってるんで、私ながら結構難しかったんでね。まあちょっとノーダメはいけるかわかんないですけどもね。まあ2回目なんでね、ノーダメで頑張っていきたいですね。ヘイ、さあ行きましょう。さあ、まあこの辺はね、大体わかってんで、どんどん飛ばしていこう。スキップできるのか、まあいいよね。さあ外へやってきました。さあ兄さん、ここは飛ばせないんだよね。お、すごい、映像中もテレサの懐中電灯はこういうところにも影響してんだね、ちゃんと。さあ軽やかなジャンプです、兄さん。ルイージもね、壁キックでいっちゃえばいいけどね。まあ 2D のマリオだったらルイージも壁キックできるか。 3D のマリオだと、あ、でもマリオギャラクシーとかはできたか、確か。でもスーパーマリオ 64DS とかだと、まあマリオしかね、壁キックはできなかったね。ルイージはできないっていう。まあ今はね、掃除機持ってるからね、壁キックできないからね、重たいだろうから、まあこうやってね、はしごでね、登っていくのがいいんでしょう。さあ登っていきましょう。あとね、テレサと宝石集める以外にね、もう一つ実績っていうね、これが一番めんどくさいんですけど、それがもう一つその達成項目があって、それをね、やると、今赤いオバキュームなんですけども、これが金色のオバキュームに変わるみたいですね。まあ、とりあえずそれは大変なんで、とりあえず宝石とテレサ集めて、ここにやってきました。さあ、じゃあピーチを出しちゃいましょう。さあ、ピーチ姫救出です。スキップできるのか？スキップしちゃおうか。いきなり始まったよ、もう。対戦が。さあ、行こう。頑張っていこう。お、テレサの懐中電灯。テレサの懐中電灯だからさ、キングテレサにも効くんじゃない？ほら、あー、危ねえ。効かないか。あの、テレサのさ、懐中電灯がキングテレサに映るとさ、めちゃくちゃ怖いね、なんかね。すごい怖くなってるね。テレサが映るね。キングテレサも白いからね、映りやすいね。スクリーンのようになってるよ。さあ、これはしっかりね、ゆっくり落ち着いて避けていきましょう。まあ、常にね、やっぱね、キングテレサ戦はね、相手のターンが長いですからね、攻撃を避ける時間が長いからね、それがやっぱ大変だよね。さあ、とりあえず最初のこれ来ました。おい、 OK です。ドーン、最高、いくぜ。おいおい、何やってんだ。はい、はい、いくぞ、はい、せーの、ぐるりんぱっとん、あっとん、あっとん、オッケーです。さあ、1回戦
終了。さあ2回戦目行こうぜ。わわわわわわ。でね、この本物の見極め方っていうのもね、初見では全く気づかなかったんですけども、今となってはね、わかりました。一番わかりやすいのがね、歯がね、口元を見ること。こっち本物です。偽物にはね、牙しかないんですよね。2本の歯しか。本物の方は、牙とちゃんとね、真ん中にも、歯があるんですね。なんでね、そこで見ると、一番わかりやすいかな。あとまあ、目の光なんかもね、まあちょっと偽物のが光ってる時間が少ない。偽物の目もね、光っちゃうんですよね、結局。なんでまあそこだとやっぱ見分けづらいね。この歯ですね。こっち偽物ね。ほら、歯が2つしかないんですよね。まあそれで見極めると、まあ一番わかりやすいかなと思うんで。まあ今となってはこうやって本物のもね、本物が簡単に見極められるんで、まあスムーズに倒していけるかなと思います。全攻撃パターンもわかってるんでね。これがむずいんだよ。ああ！いってー。やっぱむずいな。これもうベロのさ落ちてくる位置さ結構決まってるかもしんないんだよね。もうそれ覚えるしかないよね。結構早いんだよね。あとルイージ急に動き出せないからラグがすごいあるからね。逃げ出せないんだよね。緊急回避とかできないからね。転がるとかね。いやーくそー、ダメージ食らっちまったな。さあこれで右ですね、本物は。 OK です。さあノーダメは、残念ながら達成ならずと。まあでも一回も失敗せずね、しっかりいきたいですね。はい、いくよ。はい、せーの。はい、ドン、はい、ドン、はい、ドン。 OK です。さあファイナル決戦です。決勝戦いきましょう。まあね、どんなにねうまくやってもどんなにノーダメでいこうとね、倒すスピード変わんないからね。ここの映像は飛ばせないんだよね。ここの映像こそ飛ばしたいけどね、戦いの最中だからね。なんでやっぱね、キングテレサのターンが長いですから、自分のターンが常に継続するわけじゃないから、まあ、どんなにうまくやろうとね、倒す時間は変わんないよね。さあ最終決戦、ここがでも難しいんだよね。やっぱここ最後の3体分裂は難しい。実際ね、ラスボスとしての強さは持ってると思う。結構な強さだと思うよ。ちょっと頭の宝石の色もちょっと違うかな。いろんな部分があるね。目とか歯とか宝石とか若干の違いなんだよね。だからね、ほんと初見だとね、本物を見極めるのがねすごい難しいと思う。今右ね。さあこれは何もできないからね、とりあえず動き回ってた方がいいのかな。ルイージがいるところに落っこってくるから、これ端っこだったら大丈夫だね。おお、なるほど、これで OK だね。さあ真ん中が今本物ですね。これは大丈夫、これはとりあえずまあね落ち着いてね、後ろの方でね見ていけば全くもって問題ない攻撃です。一番難しいのはやっぱりベロなんだよね。ベロ攻撃が早いし難しいし、どこ来るか分かんねえしね、それがむずいね一番。さあベロ来るか、これかなんだよ、これなんだよ、これなんだよ。常にねルイージ動いとかないとね。あーくそー、常に動いとかないと。さあこれもむずい、これもむずい。通る、はい通る、はいはい、 OK、 やったぜ。さあまだだよな。次は、次はなんだ、次はジャンプか。ドーン、はい、ドーン。この HD 振動好きだわ、すごいんだよねプロコントローラーの HD 振動が。さあそろそろかな。真ん中が本物です、こいつ本物です。さあ来てましたね、真ん中が本物。さあはい食え、はい食え、なんで食われん、ちょっと待って待って、最初からになっちゃったよ。
マジかよ、なんで食わなかった。もうちょっと離れてやるべきだったか。ちょっと近すぎたか。ここで引っかかっちゃったな。うわー、また最初からだ。最速クリアにもならず、ノーダメクリアにもならず、やっぱり難しいんだな。キングテレサラスボスとしての強さを持っている。しっかり畜生、早く爆弾をよこせ。あ、来る？あ、来るね。やったやったやった。真ん中が本物。はい、食え。食わねえな。あれ？どうすればいいんだ。この、ここか。ここで。はい。よし。ちゃんとカーソル合わせないとね。適当に打ち込むだけじゃダメだよね。よし。さあ、行きましょう。はい、せーの。はい、はい、ドン。はい、ドン。これで終わりかも。やっぱでも、早いね、結構ね。おらー、おい。でも個人的にはね、HP が欲しかったね。HP ないっていうのはちょっとね、3回攻撃っていうよりもね、HP、やっぱ初代は500とかあったからね、ああいうのが欲しかったかな。さあ、これでクリアですね。これは飛ばせるんかな？ここは飛ばせないか、さすがに。さあ、エンディングです。これでルイージマンション3クリアかな。でランクはね、A ランクが最高みたいですね。 S ランクとかはないみたいなので、A ランクが取れれば勝ちっすね。あとは最後の気になるランクのみ。これね、エンディング映像でね、脱出イベントとかね、マジであると思わせるけどもないんだよね。ただの映像で終わるんだよね。お化けー、あーナイスお化けー、あらっ、さあさあさあ、ここもね、映像じゃなくてなんか自分で操作をしたかったね。キングテレサ倒した瞬間からね、もう操作効かないからね。さあ、リュウさんが出てきて、キノピオたち出てきました。最後に博士がドターン。大丈夫ですか？Way to go, bro. Let's go. Oh yeah. Yeah. さあ、お化けたちが元通りになりますね。これを破壊しちゃえば。さあ、悪いお化けです。これは。悪いお化けたちが出てきました。わあ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 。ですが、いいお化け。ここでね、なんか見た目変わんないんだよね。あの、黒い目とかね、つけてくれたらよかったね。あの、2みたいな感じ。2だとね、黒い目がついてね、なんか、かわいい、クリクリした目になって、優しそうな目になるんだよね。これ、3あんまね、見た目変わってないもんね。で、ヘルメットを食っちゃうんだよね、こいつは。バリバリバリッチ、お前食うな。さあ、これでエンディングです。エンディング映像はランクによって変わったりするのかな。多分変わんないよね。あ、止まった。 A ボタンで飛んじゃうのかい。スタートじゃなくて。さあ、ランク来たんじゃない。これ来たー。ランク A です。ランク A やりました。コングラチュレーション。あ、飛んじゃったよ。あ、で、この映像、このホテル、こちら、このルイージマンションのまま、映像が迎えられるからね。映像自体も変わってんだよね。75,000円。75,000コイン集めて、A ランク取れました。3つ階層がね、できてましたね。で、それぞれに5回ぐらいあったから、まあ、15階か、ホテルと同じぐらいになったかな。15階建てぐらいになりましたね。
いやーよかったよかった。で特にまあエンディング映像がここから変わることはまあないですよね。結末が変わることはないんだけど、まあ、最終的にあの完成したルイージマンションがまあより豪華になったということですかね。Bye everybody. The end. はい。終わりですかねこれで。はい、終わりました。あれもホテルこれ3階建てっていうかもうなんかぐっちゃぐちゃだね階層がよくわかんないね。まあ立派なルイージマンションがね完成したということで A ランク無事取れましたということでね。まあ、動画でやるルイージマンション3の動画は、これにて、終了とさせていただきたいと思います。まあもういいでしょうね。まあ、DLC とかね、まあ、新しく出たりもしてるんだけど、まあ、それ結局ね、コスチュームが変わるとかだけなんだよね。追加のストーリーがね、来たらね、それはもちろんやりますけど、まあ、多分ストーリー追加とか来ないと思うんでね。まあ、これにて終了かなと思います。いやー、3めちゃくちゃ面白かった。まあ、YouTube のまず動画としたらね、まあ、2がね、2のラスボスの動画はね、私の中でね、トップの再生回数を誇ってるんでね、まあ、160万回を超えてるということで、まあ、3はね、まあ残念ながらそこまでね全くもってたどり着かないですけども、まあ動画としては全ての動画を上げられたんでよかったかなと思います。でゲームとしては、めちゃくちゃ本当に面白かった。スイッチの中でもね、まあトップ5に入るぐらいの面白さだったかなと思います。まあ私の中の意見なんでね、まあ本当この吸い込むアクションとかはねすごい面白いですね。やっぱり他にないゲームなんでね、このアクションゲームはめちゃくちゃ面白かったですね。でやはりね1と2のねストーリーのつながりがあるので、やはり前作をプレイしてる人からするとより面白い作品となってるんじゃないかなと思います。もちろん3からやった人でも十分楽しめるものですが、やはり前作とのつながりもあるんで、逆に3をやってからね1と2やってみるとかいうのでもいいんじゃないかなと思います。今ではね 3DS で両方1と2プレイできますんでね、誰でも簡単にプレイできるのじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、ルイージマンション3めちゃくちゃ面白いんで、買ってないでプレイしたことない人はねぜひプレイしてみるといいと思います。ということで今回はこれにてルイージマンション3終わりさせていただきます。ということで、お疲れ様でした。また違うゲームをこれからどんどんやっていきましょう。では皆さん、さよなら。